前、お前は一体誰だ。ああ、あそこにも小林大地が。え、大地ごめん。そう、待て。銀の大地、大地回せ回せ。このまま押し切ろうぜ。どうでもいいけど、女たちはお前の応援ばっかりだな。やる気なくすぞ俺。小林くんってやっぱりかっこいい。昨日触れて得しちゃった。しかしここんとこやたら大地のファンクラブが目立つね。特に会長の日々の光の張り切ってること。大地どう思ったかな、昨日のこと。自分が二人いるなんて、あんなことってありえないもんね、普通。まさか、私が変身してるなんて思ってないだろうな。気をつけなきゃ。特に大地の前では。ああ、本気で頭が痛くなってきた。いや、それ。お、行け、大地。任せとけって。シュート。ああ、見つけたぞ小林。お前昨日も午後の授業サボったな。どこ行ってたんだい。朝は朝で人を痴漢呼ばりしようって、おってく何考えとんだ。俺だって何回も同じことは言いたくないんだよ。だが周りの迷惑ってものも考えろ。お前のように何度も何度も授業をサボるやつがいるとだな。教育者としての我々の立場が、いや俺の血が許さないのか。しかし、義務教育とはいえ勉強を粗末にすると結局お前自身が困ることになるんだよ。それにな、まだあいつと決まったわけじゃないか。友達なくすぞ小林。大体お前だから。でもな、やっぱり毎日毎日世話ばっかり聞いとんのか小林。はいはい、昨日ね、昨日ちょっとね、お化け探しに。小林、真面目に話をせ。知らないの先生。な、何をだ。今この町に世にも恐ろしいお化けが住み着いているんだ。そいつはいろんな人に変身して人の魂を抜き取っていくんだ。そして今99人の犠牲者が出たところ、100番目になるのは、あ、後ろに。やめろやめろ、その手の話は一番苦手なんだよ。行こう。行くって、私たち次の時間ここで体育よ。そうだけど。ああ、姫ちゃん、姫ちゃん、なんだ、どうしたんだ野田原。姫ちゃん、姫ちゃん、すごい熱。38度7分、風だね。ま、一日中木枯らしの吹く中歩き回って具合が悪くならない方がどうかしてるけれどね。今日はゆっくり寝てなさい。うん。ひめちゃん苦しい？何か僕にできることある？ありがとう、大丈夫よポコタ。でも今日大地のやつ妙なこと言ってたんだよ。そいつはいろんな人に変身してはその人の魂を抜いていくんだ。あいつまさか本気で。はあ、でももしもバレてたらどうなっちゃうだろう。はあ、聞いて驚け皆の衆、実は野々原姫子は化け物であった。この人が変身少女野々原姫子です。生まれた時は普通の人間だったんですが、わしがロケで留守がちだったために。いつの間にこんなことに。お姉ちゃん、
私たち何も知らなかったんです。本当です。今や全世界の注目を集める不思議少女野々原姫子は、さまざまな生態実験のため総合科学研究所に引き取られます。嫌だよそんなの。私は平凡な一少女として平凡な暮らしをしたいんだ。姫ちゃん、あ、もう来た。姫ちゃん、リポーターだよ。姫子、お見舞いのお友達だよ。まなみたちかな。さあどうぞ。あ、どうも。その辺に座ってね。じゃあ私は仕事があるので、これでどうぞごゆっくり。風邪だって？うん。何しに来たの？牛肉買いに来たように見えるか？お見舞いに決まってんだろ。他に何かあったっけ？俺が来る理由って。あ、やだな私。そうよね、もうボケてんだから熱のせいで。まあ寒かったもんな昨日。一日中歩き回ってれば熱も出るよな。大地、まさか感づいてる？まさかね。でも変身だなんて、そんなこと大地は本当にできると思ってるわけ？ポコタだっけ？行く。これ。ああ、好きだなお前このぬいぐるみ。なんか愛嬌あるというか、面白い顔。ポコタ、かわいいでしょ。ああ、私が生まれた時お父さんが買ってくれた宝物なの。もういいでしょ、返して。よく見りゃ結構かわいいなこの猫。猫？猫じゃないぞ僕は、ライオンなんだからな、ライオン。よっ、ポコタ。よっ、ポコタ。ごめん。帰ってよ。面白いなおめえ、寝る時もリボンしてるんだな。人の勝手でしょ、ほっといてよ。もう帰って、帰ってよ。わかった、帰るよ。悪かったなポコタ、ほんの冗談のつもりだったんだ。俺、本当のこと言うと、やっぱりお見舞いなんて口実で、聞きたいことがあって来たんだ。昨日、何のために俺の姿になっていたんだ？何のこと？言いたくないならいいよ。じゃあ、お大事に。不思議少女の生態実験が行われます。果たして野々原姫子の正体は。大変だ、大変だ、あ、どうしよう。落ち着いてよ姫ちゃん。
変。あの小林大地って男の子にリボンの秘密を知られちゃったみたい。どうすればいいの？私に聞かれても。作ったのはエリカ様だ。そうそう、レイ、レイ。お呼びですか、エリカ様。もしも魔法のリボンのことが他の人間に知られてしまったら一体どうなるの？はい、きっと人間界は大騒ぎになるでしょう。リボンを分析しようとしたり、魔法の国を突き止めようとしたり。ですからパニックが起こりそうになった時点でリボンを取り上げ、全ての人間からこのことに関する記憶を消し去ります。もちろん姫子さん自身のもです。え、姫ちゃん、やっぱりさ、あいつの弱点を見つけるしかないと思うよ。大地の弱点ね。そう、そしたらもしあいつが決定的な証拠をつかんだ時もそれで口封じができる。ガサツ、いい加減、ずうずうしい、軽い、弱点だらけのような気もするけど。そうじゃなくて、もっとあいつがギャフンというような弱点だよ。ポコタ鋭いね。よーし、それで、違うよポコタ。姫子はまだぬいぐるみと一緒に風呂に入ってるのか。中1にもなって。このセリフ少し長いかな。もっとさらっと言わせた方がいいかな。姫子の熱は下がったのかい？ええ、大丈夫。夕べ一晩ぐっすり寝たら治ったみたい。ありがとう、お母さん。何？僕の分じゃなかったのか。ここがここで、住所録によると、ここが大地のマンションね。例の空き家はすぐ近くだよ。は、見て見て、大地のマンションの真ん前が公園になってる。この公園で張ってれば大地の行動パターンがわかるってわけよ。小林大地の私生活に迫るってね。なるほど、探偵みたいだ。よーし、そうと決まれば早速明日実行だ。気合を入れよう、一発、いけいけ、ゴーゴー、ジャーン。めこめお、こら、うるさいぞ。久しぶりの休日だ。今日は一家揃って家族団らんを楽しもう。お父さん、行ってきます。え、今日はお友達とコンサートの約束しちゃったの。あ、そう。聞いて聞いて、私はデート。デート？小さな子には小さな子同士の付き合いがあるのよ。じゃあ姫子は？私はちょっといっちゃんのところまで。あ、もう行かなくちゃ。行ってきます。ああ。仕方がない、今日は母さんと二人水いらずで。私は仕事ですよ。あなた一人でごゆっくり。せっかくの休日なのに家族団らんも水いらずもない。お父さん、うん、仕事早めに切り上げるから、後で一緒にビールでも飲もう。あのマンションね、大地の家は3階の、左から2つ目か。でも、いつ大地が出てくるのかな。大地、いるのかいないのかだってわからないじゃないか。まあね。あ、大地じゃない。きっと弟だよ。あいつにも弟なんていたんだ。やっほー。お、はーい、しんちゃんだ。しんちゃん、遊ばー。弟も人気者なのね。そうだ、あの子から大地のこと聞き出そう。ダメだよ、まだ子供だもん。いきなり知らない人に話しかけられても警戒するだけだよ。そっか、じゃあね。決めた。あっちだ。
話しやすいね。そういうこと。お母さんも言ってたじゃない。ちっちゃな子にはちっちゃな子の付き合いがあるのよ。あたしも負けてダメ。ここは俺たちの遊び場だぞ。よそ者は入れないよ。あ、ゲンちゃんまたいじめっこしてる。やめろよゲン。みんなで遊ぼうぜ。そうだよ、ゲンちゃんいつも弱い者いじめすんだから。仲良く遊びましょう。分かったよ僕慎太郎って言うんだ。君は姫子。じゃなかった、全然違うの。ゆめ子っていうの。危ないな。そっか、ゆめ子ちゃんか。おいでよゆめ子ちゃん、今からトンネル作るんだ。あ、いい子じゃない、大地と違って。すっごいの作ろうよゆめ子ちゃん、ここに座って。ありがとう。とりあえず仲良しになれたようだな。姫ちゃん、そろそろ大地のこと切り出さないと。あ、ねえ慎太郎くん。何？慎太郎くんってお兄ちゃんいるでしょ。うん、いるよ、大地兄ちゃんね。で、お兄ちゃんってどんな人？優しい。え、大地が優しいって、そんなことある？嘘だ、いつもいじめられて泣いてんじゃん。おやつ取られたり、ごっつー取れたりするじゃん。そうだけど、でも本当は優しいんだよ。飛行機だってしてくれるし、ジェットコースターもぐるんぐるんだってやってくれる。慎太郎、暗くならないうちに一緒に帰ろう。はあ、お兄ちゃんだ。大地、どこに行ってたんだろう。お兄ちゃん、お兄ちゃんぐるんぐるんして。やだよ、めんどくさい。一回だけでいいからね、してよ。一回でいいんだよ。しょうがねえな。やったー行くぞー、ぐるんぐるんぐるん。楽しいぞ。あの子どこの子？知らない、ゆめこちゃんって言うんだ。ふーん、さあ帰ろう。うん。一体どうしたっていうのさ、姫ちゃん。早く手を打たないと、決定的な証拠をつかまれたらそれこそおしまいだよ。分かってるんだけど、急に気が乗らなくなっちゃったの。意外、あんな大地初めて見た。ねえ、他の人間にバレた時のこと、エリカは何にも言わなかったよね。ということは、もしかしてバレても魔法で何とかしてくれるんじゃない？甘いよ、姫ちゃん。おそらく魔法の国の人たちは、すべての人からリボンに関する記憶を消そうとするよ。みんなが眠らされてる間に、エリカはそっとリボンを取りに来て、目が覚めた時、君はリボンのことは全部忘れて、ただの女の子で。僕はただのぬいぐるみで、そして誰も何もなかったように全てを忘れ、それが当たり前のように。やだよやだよ、そんなの。僕らのことを忘れるなんて絶対嫌。僕だって嫌だよ。ポコタン、ひめちゃん、私たちは死ぬまで友達だよね。ひめちゃん、ひめちゃん、
私も忘れてほしくない。私たちのこと、魔法の国とのつながりのこと。姫ちゃん、リボンの秘密、なんとか守って。大変、慎太郎くんが誘拐されちゃった。私と大地で犯人を追いかけたんだけど、相手はピストル持ってるし、慎太郎くんが危ないよ。こうなったら大地の前だけどしょうがない。変身だ。